阪神が急に強くなった理由。なん、こと起こし定期。中日ドラゴンズ。相手が中日ドラゴンだから、真面目に中日戦落としたチームが5位になるだろ。D 中日が急に弱くなった理由は、落合。ずっとで笑った。D 中日が急に面白くなった理由は、ゴミ箱。相手が中日。じゃあなんで中日が土日勝てたかって、相手がヤクルト。阪神が強くなった。中日が弱い。あかんすよ定期。こういう調子乗った後に連敗するのがお笑い球団。なんで山田2位におるやろ。なお 6.5 ゲーム差をまくれられての2位。ダントツ首位から逆転2位。うはたまが。だいたい優勝待ったなし系の雑誌出すの早すぎんねん。あげく発売された日には2位に落ちてるし。V や年から何の成長もしてない。てか岡田が記者にベラベラ喋りすぎて作戦バレてるのはかん。なおほとんどそらそうよ。そら。ピッチャーがフォアボールでランナー貯めて打たれたら勝てんよ、と記者から補足されてる模様。おーん、阪神ばっか言われてるけど、中日の方がよっぽど問題やろ。いつまで暗黒さまよってんねん。あの強かった中日はどこに行ってしまったのか。なお、直近の優勝は中日の方が近い模様。ここから阪神は復活優勝できるのでしょうか。ぜひ阪神優勝の条件をコメント欄で教えてください。